皆さん、こんにちは。釣りりんこおやじです。30回目の釣りりんこラジオ、今日はフルメンバーでお届けします。まずは、8月の放送をお休みしてしまったこと、お詫びいたします。すみませんでした。でもね、そのおかげで充実した夏休みを楽しめましたよ。リフレッシュして戻ってきたので、これからまた皆さんと楽しい時間を過ごしたいと思います。皆さん、こんにちは。湘南の乙姫様こと、小田原あじこです。8月は、釣りりんこおやじさんと、鴨川いわしさんが、夏休みでお休みでしたので、私は頑張って、一人で放送をしましたよ。聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございました。でもね、頑張りすぎちゃったのか、その後ちょっと体調を崩しちゃって、夏休みをあまり楽しめなかったんです。だから、次の休みにはリベンジしようかなと思ってます。お久しぶりです。鴨川いわしです。僕も夏休みを取らせていただきました。釣りりんこおやじさんと一緒に8月の放送をお休みしてしまい、ごめんなさい。でも、夏休みの間にいろいろな経験ができて、充電バッチリです。また張り切っていきますので、どうぞよろしくお願いします。あじこさん、本当にお疲れ様でした。僕たちがリフレッシュしている間も、ラジオを守ってくれてありがとうございました。リベンジ休暇、ぜひ取ってくださいね。それでは、改めて9月も楽しくやっていきましょう。今日も最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、皆さん、お待ちかねの最初のコーナー、こんな釣り人は嫌だ、です。このコーナーでは、リスナーの皆さんから寄せられたこんな釣り人は困るよねというエピソードを紹介していきます。今回も面白い投稿が届いていますので、楽しみにしていてください。それでは、あじこさん、リスナーさんからの投稿を紹介していただけますか？はい、わかりました。今回の投稿は、石垣市のリスナー、しんさんからの投稿です。しんさん、投稿ありがとうございます。それでは、読ませていただきますね。こんな釣り人は嫌だ。他の釣り人の道具や、釣果を、勝手に触る釣り人。しんさん、投稿ありがとうございます。いやー、これは、確かに嫌ですね。他の人の道具や釣果は、ある意味その人の戦利品みたいなものですから、勝手に触られると、本当に腹が立ちますよね。しかも、それで道具が壊れたり、釣った魚が傷ついたりしたらもう大変。釣りは個々の時間を楽しむ趣味でもあるので、お互いのプライベートゾーンは大事にしたいですよね。皆さん、道具や釣果にはお互い気をつけましょう。しんさん、考えさせられる投稿、ありがとうございます。私も釣りをしていると、自分の道具や釣った魚には特別な愛着を感じます。他の人が勝手に触ったり覗き込んだりするのはなんだか自分のプライベートに踏み込まれたような気持ちになりますよね。釣り場ではお互いのスペースを尊重することが大切。これからもみんなが気持ちよく釣りを楽しめるようにお互いにマナーを守りたいですね。しんさん、投稿ありがとうございます。僕はまだ釣り初心者ですが、それでも自分の道具や釣果を触られるのはちょっとと感じますね。特に釣り場では静かに自分の世界に浸っている時も多いですから、勝手に触られるとびっくりしちゃいます。みんなで楽しく釣りをするためにも他の人の道具や釣果には手を出さないのが基本ですね。これからもマナーを守って楽しい釣りを。次のコーナーに参りましょう。その名もこんな自転車乗りは嫌だのコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんから寄せられた自転車に乗る時の困ったエピソードやあるあるを紹介していきます。
最近は自転車ブームでたくさんの人がサイクリングを楽しんでいますが、その分いろんなマナー違反やちょっと困った行動も増えているみたいですね。さあ今回もどんな嫌だなエピソードが飛び出すのか楽しみです。それではあじこさん、リスナーさんからの投稿を紹介していただけますか？はい、任せてください。今日の投稿は世田谷区の糸さんからいただいたものです。糸さん、投稿ありがとうございます。こんな自転車乗りは嫌だ。信号無視をして平然と走る自転車乗り、うわ、これは確かに困りますね。特に歩行者や他の車両からすると信号無視は本当に危険ですよね。皆さんもこの投稿には共感できると思います。糸さん、投稿ありがとうございます。いやー、信号無視をする自転車乗り、これは本当に危険ですよね。自転車も立派な車両なので、信号はしっかり守らないといけません。特に交差点では一瞬の判断ミスが大事故につながることもありますから。運転していると自転車が突然飛び出してくるなんてこともありますし、歩行者の立場でも怖いですよね。皆さん、自転車に乗るときは交通ルールを守って安全に楽しみましょう。糸さん、投稿ありがとうございます。信号無視は本当に危険な行為ですし、特に自転車に乗っているときって周りの車や歩行者に気づいていないことが多いんですよね。自転車に乗ると風を切って気持ちがいいのはわかりますけど、ルールを守らないと自分だけじゃなくて他の人にも迷惑がかかってしまいます。特に信号無視は一番気をつけたいところです。楽しいサイクリングのためにもしっかり交通ルールを守りたいですね。糸さん、投稿ありがとうございます。いやー、信号無視をする自転車乗り、これは困りますよね。自転車に乗ってるとつい自分が歩行者の延長みたいに思ってしまう人もいるかもしれませんが、実際はそうじゃないんですよね。自転車も交通ルールを守らなきゃいけない立派な車両なんですから。信号を守ることは当たり前のことですし、それを無視してしまうのは本当に危ない。安全な自転車ライフのためにも皆さんルールを守って楽しく乗りましょうね。さて皆さん、今回もこんな釣り人は嫌だと、こんな自転車乗りは嫌だのコーナー楽しんでいただけましたでしょうか？いやー、どちらも共感せずにはいられない内容でしたね。まずはこんな釣り人は嫌だのコーナー、皆さんが釣り場でのマナーを守ることがどれだけ大事か改めて感じたのではないでしょうか。釣りは自然の中で楽しむものですから、自分だけでなく周りの環境や他の釣り人にも配慮しながら楽しみたいですね。気持ちよく釣りをするためにマナーとルールをしっかり守っていきましょう。そしてこんな自転車乗りは嫌だのコーナー、自転車に乗るときも交通ルールを守ることは大前提。自転車は手軽で楽しい乗り物ですが、ひとたびルールを破ってしまえば大きな事故やトラブルを引き起こす原因にもなります。安全第一で自転車も周りの人々もみんながハッピーになるような乗り方を心がけてくださいね。皆さんの投稿どれも貴重な意見ばかりで、今回もたくさんの気づきをいただきました。次回も引き続き皆さんからのこんな釣り人は嫌だやこんな自転車乗りは嫌だの投稿をお待ちしていますので、ぜひ気軽に送ってくださいね。さて次は本来ならお待ちかねの鴨川イワシって何者のコーナーなんですが、今日は少し趣向を変えて私釣り林高親父の夏休みの体験談をお話しさせていただきますね。実は8月の放送をお休みさせていただいた間、私は福岡県の鹿の島に行ってきました。鹿の島は福岡市内からもアクセスが良く、釣りや自然を楽しめる絶好のスポットなんです。釣り好きにはたまらない場所で、磯釣りや防波堤からの釣りなどいろんなスタイルで楽しむことができましたよ。い
いやー、鹿の島の海は本当に綺麗で、釣り人として最高の時間を過ごすことができました。そして、なんといっても忘れられないのが、地元の名物料理、サザエ丼。鹿の島での釣りの後に、疲れた体を癒すように、地元の食堂でいただいたんですが、これがまた絶品で。新鮮なサザエを贅沢に使った丼は、磯の香りと旨味が口いっぱいに広がって、本当に贅沢な時間を味わいました。ですが、アジコさんとリスナーの皆さんに、この間ラジオの留守番をお願いしてしまって本当に申し訳なかったです。私はこんな風に夏休みを楽しませていただきましたが、その間、アジコさんが一人で番組を盛り上げてくれたことに感謝しています。リスナーの皆さんにもお礼を伝えたいですね。皆さん、ぜひ福岡の鹿の島にも訪れてみてください。釣りも楽しめて、サザエ丼も味わえる素晴らしい場所ですよ。さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今回もリスナーの皆さんのおかげで、楽しい時間を過ごすことができました。本当にありがとうございます。これからも皆さんと一緒に釣りや自転車の楽しさを共有していけたらと思っています。そうですね。いつもたくさんの投稿やメッセージ、本当に感謝しています。これからも番組を通じて皆さんとつながっていけることが楽しみです。どうか引き続きよろしくお願いします。いやー、皆さんからの温かい応援、本当に励みになります。私ももっともっと頑張って皆さんに楽しんでもらえるようにしていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。それでは次回の放送もお楽しみに。まだまだ暑い日が続きますが、熱中症には気をつけて釣りやサイクリングを楽しんでくださいね。またお会いしましょう。最後に今日のお別れの曲をお届けします。BGMR の何年経ってもです。心に響く素敵なメロディーを楽しんでください。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。この放送は釣りりんこ親父と田原あじこ、そして鴨川いわしでした。 This program was presented by Cherry Rinko Oyaji.